世界を救う戦いだと誰かが言った。おーい、おーい、お前たちに全人類の希望がかかっていると誰かが言った。カウント3、2、1、リフト。でも俺にとってそんなこと興味はなくて。すごい一体感を感じる。これは所詮風、自分の中の衝動を満たすためのもの。なんだろう、吹いてきてる。確実に最強のライバルとこのシチュエーションで戦えるなんて。電源供給開始。ゾクゾクするじゃないか。OS 正常に起動済みです。デラ安定。それが不謹慎だと言われようと構わない。各サーボ、ホームポジションの誤差は 1% 以下。綺麗事じゃないんだ。送電システム、正常だよ。興味があるのはただ、数あるライバルを倒してその頂点。そひょうことへ、来たこれ全員気になることだけ。その変な言葉遣い、いい加減やめてくれないか。その先にあるもの。だが断る。その先なんて、何もない。はいはい、喧嘩やめ。何もないんだ。本日、2020年2月28日の天気予報をお伝えします。鹿児島県種子島、屋久島地方は北東の風、後南の風、やや強く晴れでしょう。天気予報でした。貴重な情報をどうも。はい、よし、チェックは以上。それでもできれば。いや、だからこそ求めるんだよ。ここをテストをしたかったところなんだけど。だって俺はそんな暇はないから。ぶっつけ本番だよ。英雄でもなく、コンディションオールクリーン、軍人でもなく、最終判断はロボットアニメの主人公でもなく、ゴー格闘ゲーマーなんだから。はい、さあここからは俺のゲームだ。必ず戻ってこようね。頑張れ。発進。I'll keep on running.
前日に何やってんだか。それは言わない約束。おい、来いだって。今アップデート中。はあ、できればサーボとかセンサーも全部新しいのにしたかったんだけどな。取り寄せになるから3日はかかるか。お値段は8000ちょいって。そうか、僕高いよ。文句は一人前になってから言え。くっ、もっと時間とお金があれば。で、これが9年前にスコアを進化させた画期的な操縦方法なんて。そう、こんなんでよく優勝できたね。分かってないな、カイは。みんなが震撼したのはこんな操縦方法なのに、お姉ちゃんはすごい動きで戦ってみせたってところ。ドッキャン、ドドドドド。うちも実際に見たことあるけど、よし、本当にすごかったんだから。戦いに美しさなど必要ないよ。それに必殺技の型も研究中なんだから。型？スーパーインレイ。誰？空手部の大徳さん。よし、こうやって空手の動きをボディーロゴに体験するわけ。パンチ。アキちゃんに無理やり連れてこられたんでしょ。うん、無理やりじゃないよね。うん、その質問が無理やりなんだけど。そんなことないよね。うん、ところで、その動き本当に再現できるの？多分根性でファイト。無理だね。ていうか、これ本番まで2週間前だよね。これから練習して慣れていくんだよ。それも無理だね。諦める暇があったら、とにかく練習あるのみ。まだだ、まだ終わらんよ。終わりでしょ。解散寸前のロボ部が言っても単なる現実逃避の言葉にしか聞こえません。日高君、なんでそれを。もう校内で噂になってますよ。そう、今度のロボワで優勝しないとロボ部は解散なの。知っています。去年の10倍の部費を要求して教頭先生を怒らせたんでしょ。来年2月に東京万博が開かれます。今回の万博は別名ロボット万博って言われてるくらい、世界中のロボットが集まってくるんです。というわけで、この東京万博にうちらロボ部は正義の巨大ロボットガンバレル試作1号機、通称ガンツク1で出場します。でもあれを完成させるには今の部費じゃ全然足りなくて。大体万博に出たいから金出せなんて言い分が通用すると思ったか。教頭が怒るのも当然。うちももう今年で卒業だし、ロボ部で万博に出るのは絶対に譲れない夢なの。でもなぁ、ミッチーも顧問だったら教頭先生説得してよ。ミッチーって言うな。瀬の宮妹。瀬の宮妹って言うな、ミッチー。だったらお前もミッチーって言うな、瀬の宮妹。でも教頭先生、ロボワンで優勝したら部費のこと考えてくれるって約束してくれたし。だけど優勝しなければ即刻ロボ部は廃部。結果を出せばいいんでしょ。無理ですね。え、ボビーロボットを舐めない方がいいです。舐めてないよ。このロボットブームの最中、ロボワンで優勝するのがどれだけ難しいことだと思ってるんですか。はあ、日高君って中学生の頃にロボワン出場していきなり3位に入賞したんだよね。まあ、今こそ君の経験をロボ部のために生かしませんよ。ねえ、なんでロボワン一度出たきりなの。先輩には関係ないでしょ。日高君、奇跡は起こすものだよ。ロボットアニメでもよくあるでしょ、機動バトルは頑張れる。だってそうだったし。ロボ部と関わり合いになるのはごめんですか。はい、アップデート終わりってね。音声認識を確認します。俺の名前は八代海斗、中央種子島高校普通科3年2組、出席番号26番、成績は中の下。音声認識を確認しました。部活はロボット研究部に所属していますよ、一応ね。イルオのアップデートは問題なく完了しました。猫耳モード。カイもちょっとは手伝ってよ。彼女は瀬の宮アキコ、ロボ部の部長。猫耳の姿はこのポケコンの中のアプリ医療内で見ることができる。二人きりの部員でしょ。別に部活にこだわらなくてもあの巨大ロボ
個人で作ることだってできるわけでしょ。うちはロボ部の部員として何とかしたいの。なんで？お姉ちゃんが作ったロボ部とお姉ちゃんが設計したガンツクワンだから。でもアキちゃん頑張りすぎじゃない？分かってるでしょ、俺もアキちゃんも無理しちゃいけないんだ。姉もねご。カイとアキが乗り合わせた船、そこで起きたある事件をきっかけにその発作は起きるようになった。アキ起きて、お願いお願い。今までにも徹夜とか無理してたら何度も失敗してるでしょ。心配だったら手伝ってよ。それは俺への頼みと受け取っていいわけ？え？キルバラで俺に勝ったら聞いてもいいよ。そんなの無理だよ。キルバラ起動。もうキルバラとは俺がハマっているオンライン格闘ゲーム、世界で2000万ダウンロードを突破したっていう怪物ソフトだ。おっと、何？クラウコウジロ、これってキルバラの作者様じゃないか。作者と対戦できるなんて光栄じゃないの。どうせやるなら誰にしましょう操作してよ。キルバラみたいな操縦方法にしてくれたら考えてみてもいいけどね。カイ、もう一回言って。え、キルバラみたいな操縦方法に。それだ。え、さあやってまいりました、ロボワン2019、実況のジェイ・バビロンです。拍手。まずは1回戦のチームを紹介したいと思います。青コーナー、中央種ヶ島高校ロボ部、種ヶ島新さん対ハッチュール。調子というのは、はいはいはい、いい時もあれば悪い時もある。これ豆知識な。全く豆知識なんですけど、はいはいはい、当たり前のことだよ、はいはいはい、調子というのは、はいはい、調べるに子供の子と書いて、はい、赤コーナーからご紹介していきましょう。赤コーナー、長谷川明子さん、ロボット名はおにぎりさん。拍手。ご職業は何をされていますでしょうか。はい、まだまだ未熟ですが声優をやらせていただいております。声優さんでございます。私ですね、長谷川亜希子選手のですね、私調べさせていただきまして、何でもですね、ロボティクスノーツという作品の中に出てくるガンバレルというアニメのヒロインをやられている方でよろしいでしょうか。はい、もう一回説明しますよ。ロボティクスノーツという作品の中に出てくるガンバレルというアニメでなか、アニメでですね、ヒロインをやられている方でございます。ですね、そのヒロインのですね、決め台詞なんかを今日いただけないでしょうか。はい、おお。じゃあ私ですね、3、2、9って言いますので、それでよろしくお願いします。いきます。3、2、1。ブラウン、対応しないとも良くないですよ。あーありがとうございます。それでは盛り上がってきたところで、ロボは1回戦のルールを説明したいと思います。1回戦はポイント制です。1本目は風船割り、敵陣の風船を先に割った方に1ポイントが加わります。カイ、大胆かつ慎重にね。どっち？ヤシオ、まあ、せいぜい頑張れ。それでは、レディーゴー。ゴー。よし、
容赦がないかでしたね。2回戦頑張ってください。はい、それでは2本目のルールを説明したいと思います。2本目はバルーンファイト。相手マシンの背中についた風船を先に割った方の勝利となります。なるほど。それではレディーゴー。いけ、後ろを取りましょう。相手の後ろを取りましょう。取り切った勝者スパイアルに逃げてどうぞ。逃げて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 。泣いても笑っても次は最後の勝負となります。最後の勝負を取った方にはなんと10ポイントが加わります。さっきの意味ないじゃないか。カイはたとえ相手があんなに可愛い声優さんをだろうとなんだろうと容赦なく叩き潰したんでしょ。まるで俺が悪役だね。待て待て。はい、あ、それではレディーゴー。戦だったからあの程度かってのが感想。カイはキルバラの全国ランキング1位、全1を目指してるんだもんね。キルバラのスピードとは全然違う。スリーダウンなんてしようがない。うん、キルバラ起動。ほんと格闘ゲームの操縦システムを使えるなんてラッキーだったな。キルバラ開発者フラウコウジロウ様様、ダメ元で命令してみてよかったね。君の話かなり面白そうだったのでこっちでちょちょいとプログラムを作ってみたわけだが、試してみたらいいんじゃね。ジェバニが一晩でやってくれました。キリジェバニ誰。後半よくわからない文章だったけど、どれをどこだ。動かせるところまではやっておいた。風来てるよ。かい、あとの細かい調整を好きにしろ。たぎってきたねえかい。うちと順に考えた必殺技あるよね。ここぞっていうところでしか使っちゃダメだよ。うん、ありがとう。ん、やる気になってくれて。放っておいたらアキちゃん倒れるまでやるでしょ。徹夜まで付き合ってくれて。うん、大丈夫。もしかして体調悪いとか発作きそう。今のところは大丈夫。無理しないでね。アキちゃんさ、アメちゃんある。え、アメちゃんスペースさ。そう、マイペースだな。一個だけね。ありがとう。今度返すよ。うん、ねえ、決勝の相手ってどんなやつ。ミスタープレアです。ミスタープロハゲ。ミスタープレアです。ロボットの名前。オペレーターの名前。アクション、そういうギャグいらないし。ギャグじゃないよ、この方。いや、ギャグでしょ。ギャグじゃないって。ギャグでしょ。分かってない。前回大会優勝者、ミスタープレアです。ミスタープレアです。すべてを吸い込む恐るべきまわり、その悪魔の手から逃れられた者はなし。ミスタープレアです。
正体は未だ謎。どう見ても日本人だよね。多分、でも正体不明なの。だがその強さはもはや誰もが知っている。アルシオン、エレクト、マイ、タイゲダ、ケライノ、アステロ、メロペ、七人の女神の祝福により我400光年の彼方よりここに降臨。アイアムミスターフレアです。どっかで見たことあるんだけど。有名な人だし。さあミスターフレアです、今日もお前の400光年の輝きを見せてくれ。あれ日高くんじゃない？え、日高すまる。うちらの学校の2年の。そう。まさか。さあ決勝戦、よっしゃ準備をお願いします。君日高くんでしょ。カイ、まだそんなこと言ってんの？もしかして緊張しすぎで出っ張ってる？いいから試合に集中した方がいいぞ。うちもささっきからすごく手が震えてるもん。ヤシオ、受験と同じだ。これ豆知識な。決勝戦、レディーゴー。ねえ日高くん、ちょっとそのマスク取ってみてくれない？何？おっと、中央谷島高校のバブがなんとチャンピオン相手に挑発だ。僕、私は日高などではない、ミスターブレアレスだ。カイ、あともう一回だけ勝っちゃおう。そしたらもういらない部活扱いされることもなくなるはずだから、勝って胸を張って島に帰ろう。こんな時に。パイ、どうした？もしかして発作？発作？無限にも感じるこの時間、窒息と同じ苦しさを味わいながら、俺はスローモーションの世界を浮遊できる。スローも、この発作をそう呼んでいる。勝手に名付けただけなんだけど。カイとアキが乗り合わせた船、アネモネ号集団失神事件、その事件がきっかけで起きた。スローモーは主観時間を引き伸ばしてみせる。現実のおよそ1秒弱、主観時間で30秒ほどに引き伸ばされる。少なくともスローモーは必殺技なんかじゃない。だけどカイ、無理して徹夜付き合ってくれてたから。その1秒弱に俺はありったけの力でコマンドを入力した。ロボワン決勝戦の結末は、スローモーの発作に襲われたカイがとっさに出した起死回生の奇襲技、金出し集めるインパクト。それは見事にミスタープレアデスの操る M45 をリング外へ吹っ飛ばしたわけだけど、種子島水産の方も一緒に勢いよく飛んでったわけで、これがリングアウトにカウントされ、その時点ですでに2ダウンだった回は3ダウンになり試合終了。中央種子島高校か。君の母校だから。はい。彼らのことは操作システムについては斬新な発想ですが、戦術そのものは洗練されているとは言えません。私が聞いているのは知り合いかということなんだ。失礼しました。よく知っています。動きに少し違和感を感じなかった？9年前のアネモネ号事件の被害者の一人です。沈黙の兵器が関係している。ヤシオカイトの反射神経の急激な上昇は実験の後遺症です。後でまとめて報告を。了解しました。まだ囚われているのね、カイ。それは正しい資質とは言えないのに。
束は約束だからな。ロボ部は廃部だそうですね。妥当だと言っておきます。例えばさ、ズルしてコンティニューか、綺麗にゲームオーバーか、アキちゃんならどっちを選ぶ？ズルしてコンティニュー。先輩たちはあまりにもお粗末すぎる。夢だから、これだけは諦めたくないから。わかったよ。スバル君さ、今あれ持ってたりする？あれと、あの赤い彗星の人みたいなマスクだよ。ミスタープリアデス君。何のことですか？はい、やめ、何をするんですか？何やってんの？何を、あー、こんなところにロボワイ優勝者のミスタープリアデスが。どういうことだ？僕は断じて、我400光年の彼方よりここに降臨。はい、ミスタープレアです。いやー、ついやってしまった。はい、ということで黒蔵先生、ミスタープレアですはこの学校の生徒でありロボ部の部員なのでした。つまり昨日のロボワン決勝戦は中央種子島ロボ部員同士による戦いだったわけで、ミスタープレアですが勝とうが俺が勝とうがどっちにしろ優勝だったわけです。僕はロボ部に入るなんて一言も。ミスタープレアデスの正体が日高君だって学校中に言いふらしちゃうよ。正体隠してロボワンに参加してたってことは何か後ろめたいことがあるんでしょう、日高君。スバル父さん。何？一昨日東京でロボットの大会があったらしいな。へえ。教頭先生、条件は達成されたわけで廃部になる必要はこれっぽっちもなかったりしますが、どうでしょう。その大会にお前の学校の生徒も出場していたそうだ。カイ、この手止め。お前はそれとは関係ないんだな。昨日の決勝、いい試合だったね。ホビーロボット、もうやめたんだ。ミスタープレアです。それが父さんとの約束だろ。ならいい。ううん、日高君。実証実験経過テストナンバー925をお伝えします。日本標準時、西暦2009年11月28日。あー、また負けた。これで12連勝。ひどいよミサネ。でも書いて手加減したら怒るでしょ。そうだけど、ま、師匠に勝とうなんて10年早いってことよ。全員次は程遠いわね。もう一回勝負だ。ちょっと待って、打ち上げ60秒前だって。アーキー、ロケットもうすぐだよ。10時21分現在、状況には変化ありません。すげえ、すげえ。カイ、あなたも男の子ならライトスタッフを持つ男になりなさい。ライトスタッフ？正しき資質。正しき資質？カイ、アキのことよろしくね。その後、お姉ちゃんはカイとの決着をつける前東京へ旅立った。以上、実証実験経過テストナンバー925をお伝えしました。よし、今日は調子いいぜ。まさかこいつに勝てるとはね。全員まであと少し。日本標準時、西暦2019年6月12日18時9分現在、状況には変化ありません。以上、実証実験経過ナンバー2887をお伝えしました。お兄ちゃん。なんだ今の。アキ、かなりあたふたしてたよ。学校から結構無茶なこと言われたみたいでね。珍しくカイがロボ部のために一肌脱いだみたいだよ。どういう心境の変化があったんだか。
東京では会ってあげなかったの？ええ、秋、寂しがってたよ。忙しいの。私とは逆だね。おかげで私はあんたにもっとハグのメンテ中。そう、ちょっとは自分のことも考えなよ。どうせ男だってろくにいないんだろ。そろそろ切るわ。これから取引先と外食なの。ああ、また連絡するよ。みーずかさん、どうしたんだい。あれください。毎度。一気に行きな。いただきます。もっとうまそうに食えって言ってんだろ。まあいいや、協定成立だ。この協定一体何なわけ。え、私が会に情報を提供する代わりに、ゲロマズで全く売れないパッションフルーツマンを1個買って食べるんでしょ。知ってるよ。で、聞きたい情報は何？宇宙学科公園に幽霊が出るって噂聞いたことない？出るの？それを知りたいんだけど。って言われてもね。水香さん情報屋でしょ。そういう話なら私より詳しい子を知ってるけど。誰？大徳純奈。大徳純奈、ロボ&ドキ、秋に必殺技を教えたあんたたちの同級生で、ドクの孫。ありがとう、コンタクトを取ってみる。カイ、幽霊とか苦手だった？前にも宇宙が丘公園にいたら、変なメールが来てたことがあって。変なメール？文字化けしてるんだけど、差出人がゲジネーって。ゲジネー？キルバラヤには絶好の場所だし、邪魔されたくないんだよね。要は苦手ってこと。快適なゲームライフのため。宇宙バカ公園には女の子の幽霊がいて、ポケコンの画面の中にしか存在しないんだって。ポケコンね。私は全然だけど、純には
み、我が社のキャプテンガールになってみんか。社予想外だ。ミッチーのおじさんが社長ってのもラッキーだったし、身内は利用すると。なんでもっと早く来てくれなかったの。利用されることも増える。これ豆知識な。でもこれで部費不足は解決。どこまでお金を出してもらえるかですけど。着実に準備は進んでる。たぎってきた。メンバーの5人中人格に問題ありなのが3人いるけどね。え、私、スバル君とコナちゃんと俺。というわけでロボ部長年の夢ガンスク1完成に向けて疾風の塔の元気一発頑張れる。ジャキーン。メール受信。宇宙学公園には女の子の幽霊がいて。ゲジネ。ポケコンの画面の中にしか存在しないんだって。やっと見つけてくれましたね。撃ってたー。アイリの声届いてないのかと思ってました。アイリ、ヤシオカイトさんですね。なんで俺の名前を。お兄ちゃんって呼んでいいですか。お兄ちゃん。ずっとってどれくらい。お兄ちゃんがまだ小さい頃です。単なるアプリとは思えない。アイリは難しい説明はできません。ゲジネを呼び出してもらうしかないです。ゲジネ。アイリをタップしてください。は。そうするとゲジネに切り替わりますので。切り替わる。タッタ、どうぞ。ゲジネモードに移行、アクセスユーザーに対するナビゲートを開始します。君がゲジネ。ようこそゲスト様。なんだこれ。すごいヤシオくん。何を。その幽霊さんを追って宇宙学校公園に行ったんでしょ。まあ怖いもの知らずだね。でも結局幽霊っていうか。アイリはサーバー内に常にいて対人コミュニケーションを行う世代型アプリケーションです。廃墟が強度感の中にまで入るなんて勇気あるよね。気になって。そのアイリちゃんが気になってゲームに集中できないから。すごいヤシオくん。何が。そのゲームにかける情熱っていうか。対してゲジネモードは全自動情報収集エンジンです。でこっちも強度感の中で情報収集してたら。コードネーム君島レポートナンバー1。君島レポートっていうその ID が守るように存在していたレポートファイルがあったんだ。君島レポート。これは仮に私が殺された時のためのバックアップとなるレポートである。それって今どこに。このポケコンの中。え、アイリと一緒にその君島レポートもダウンロードしちゃったってわけ。私は何者かに脅迫を受けている。これって告発文。多分。でもナンバー1ってことは他にもあるのかな。レポートは途中で終わってる感じだし。探してみたくなっちゃうね。種子島中にあるみたいよ。私は電磁波兵器で攻撃されている可能性が高い。どうやって見つけるの。ポケコンの画面に映したら出現するんだって。最後まで集めたらどうなっちゃうのかな。とりあえず情報屋に聞いてみるよ。情報屋。代償は高いけど。パッションフルーツマン毎度あり。ねえ水香さん、君島港って知ってる。どこでそれを。どこって。君島港は殺されました。カイ、その名前は忘れな。え、だが太陽がすでに暴発寸前だまで来ているのは紛れもない事実だ。科学的根拠により大規模な太陽嵐が発生し地球に深刻な影響を及ぼす。嘘だと思うなら2012年以降に夜空を見上げてみると、地球上のあらゆる地域でオーロラが見られるはずだ。おい、新しいパーツを届けに来てやったぜ。はい。
スは大丈夫ですか？問題ねえに決まってるだろ。僕が気にしてるのは太陽嵐でやられていないかどうかです。太陽嵐？ネットで今話題になっている件。太陽風の強烈なものです。太陽嵐が到達してアメリカ西海岸で機械が壊れたとかなんとか。電磁波が爆発的に放出されるんです。そうなの？太陽嵐はもうしばらく続くらしいわな。この太陽嵐到来をテロ計画に用いる組織が現れるだろう。太陽嵐？特に2019年は特別大きい太陽嵐が来る。君島レポートにも確か。だがその情報はとある組織の圧力により隠蔽されるだろう。え？何ですか？カイ、着信を変えたの？警告など無意味だ。かごめかごめ、告発しなければ止められない。え？何これ？僕のポケコンからもです。私も。世界中の誰も知らないまま重大な危機を脅す見えない力が太陽から到来することになるのだ。うち着信をこんなのにしてたかな。多くの人々は見殺しにされる。だがそれは引き金に過ぎない。混乱に乗じ密かに緩やかに完膚なきまでに人類社会を崩壊させる計画が実行されてしまう恐れがあるのだ。自分のポケコンにこんな着信音が入っていること自体初めて知りました。君島レポートナンバー2。実験は密かに実行に移されている。カゴメカゴメには注意を払え。それは彼らにとってシンボルのような歌であり、実験が行われているところでは確実にその歌の存在が見え隠れするはずだ。君たちって中央種子島高校のロボット研究部の皆さん。そうですけど。よかった。入るかどうか不安だったんですよ。誰ですか？今日ポケコン忘れちゃってたし。何者？私は JAXA 研究開発本部の天王寺奈です。 JAXA 研究開発本部？突然ですが、とある支援業務についてご提案させてもらいます。支援業務？つまり JAXA と一緒に巨大ロボットを作ろう。何なのこの人？正しくは白身ロボティクス技術研究支援業務という小難しい名称がついてるんですけど。はあ。要するに巨大ロボットを研究開発している人たちにいろいろ援助したいなっていう話です。どういうことですか？ JAXA 製の巨大二足歩行ロボットだって夢じゃない。本当ですか？どこで僕らのことを？ロボアンです。え？いろいろ調べさせてもらいました。え？本来はホビーロボじゃなくて巨大ロボットを作るのが夢なんでしょ？はい。っていうかもうすでに作っている。そうなんです。万博にも出展予定だと。そうです。うちら中大ロボは元気いっぱい余裕大気をモットーに活動しています。中大って中央種子島高校の略ですよね。余裕大気ってみんなで一緒にっていう種子島方言です。よいらいきよいらいきよいらいき。具体的にはどういう支援？完成したロボットの評価が高ければ将来 JAXA 製巨大ロボの製作を皆さんに依頼するかもしれませんよ。え？悪の軍団をバッタバッタとなぎ倒す正義の JAXA ロボを作るってどうですか？ JAXA はそういうの作らないでしょ。どけメガネ。そういう考え方好きです。ありがとう。花見明夫です。天王寺奈です。じゃあ皆さんが今作っている巨大ロボ見せてもらっちゃおうかな。もちろんです。これがうちらロボ部が今開発中の巨大ロボ、ガンバレル試作1号機、通称ガンツク1です。これは動くんですか？もちろんです。いいんですか？断言して。歩けないんですか？つま先が引っかかって転倒するのがオチです。スバル、なんで今そんなこと言うの？転倒。それは危険ですね。歩行させます。僕は無理と思ってます。ちょっとスバル、設計図通りに作ってないですから。そんなことはないと言い切れますか？お金もパーツもない中でやりくりしなくちゃいけないんだから。おかげで随分といびつな形になり下がってますよ。とにかく歩けるよ。わかりました。足が動くってことですね。はい。足以外はどうですか？バッチリ動く予定はないです。よっしゃー。はい。
ーズの開発を凍結してもらって、また新しく万博出展用に巨大ロボを作るっていうの。それがいいと思います。2号機ってことで。それでしたら僕が設計図を書いても構いません。ではもう少し見栄えのいい。だったらこの話はなかったことにしてください。ちょ、先輩、うちが作りたいのはガンつくワンなんです。こんないい話を断るんですか。それ以外を作るつもりはありません。面倒なことに。それだけは譲れません。ロボ部の部長でロボ部の育成について決定権を持つのは二宮さん。ごめんなさい。わかりました。もし考えが変わったらご連絡ください。ジャクさんの支援を断るなんて。それでも。いや、うちらにはスペースアメ社がついてる。そんな甘い考えでは。アメだけにスバルうまい。うまくありません。あのアメ、破壊者だしね。そういうこと言ってるんじゃありません。とにかくうちはガンツクワンを万博に連れて行きたいの。そんなアキちゃんの思いに後押しされて、お姉ちゃんが初めて、みんなが頑張ってきた9年間の思いだから、ロボ部はついにその結晶だから頑張れる試作1号機を完成させた。あのステッカーがデカデカとな。ここをテストに人を呼んでどうするんですか。あのおっさんが勝手に。いや、この時はうちは待っていた。え、今こそみんなにいいところを見せつけてロボ部の栄光を取り戻す時。限るぞ限るぞ。り先輩は能天気でいいですね。よろしくね、カリ。え、この旧種子島空港にガンツクワンを歩かせてあげて。俺がパイロット。他に誰が。クッカクッカね。まさか爆発とかしないよね。ロボ部の9年間とお姉ちゃんを信じて。9年。ちょっと待って、打ち上げ60秒前だって。アキ、ロケットもうすぐだよ。あの時もちょうどこのぐらいの人だかりだったっけ。カイ、中の様子はどう。あっつ、ちんかくさ。扇風機でどうこうなるレベルじゃない。なんかカレーの匂いがするんだけど。もし何かアクシデントが起きそうだったらエンジン切っちゃっていいからね。そういうビビるようなこと言わないでくれる。ごめん。さっさと始めよう。出ないと蒸し焼きになる。了解。絶対乗らないって決めてたのに。はい、秋のことよろしくね。はいはい。カウントゴー。ロケットみたいにうまくいくかな。2、1、ガンツクワン発進。はい、あなたも男の子ならライトスタッフを持つ男になりなさい。ライトスタッフ。正しき資質。ハクちゃん、今どうなってんの。何あれ、動いてるの。すっげえとろいけど。もっと気張れ。やる気あんのか。部活なんだし、あんなもんでしょ。あれ、歩いてるのか。動いてるよ、少しずつ。すごいことじゃない。9年前ならな。え、あれ、倒れちゃうんだ。大丈夫だって。パワーが足りてねえな。そんな、うちらの予算だ。あのモーター出してるのが限界だな。忠告した通りです。お父さん、つまんない。全然大したことねえじゃん。おい、早く動かせ。いつまで止まってるつもりだ。壊れちゃったんじゃないの。高校生がロボットなんざ作れるわけなかったか。だっせ、ビーム出せよ、空飛べよ。アクちゃん、もう帰ろうよ。ねえ、帰り。さあ、
妄想してたんだ。ガンツクワンが動き出した時にみんなすごいすごいって笑顔になってくれるの。小さい子たちは自分も乗ってみたいって言い出して、教頭先生もロボ部のこと認めてくれる。きっとそんな風になるって思ってたんだ。でも全然そんなことなかった。悪いのはテスト初日に人を集めたスポンサーでしょ。みんなさっさと帰っちゃった。一発目のテストでいきなり結果出せる人なんてプロでもそういないさ。お姉ちゃんならそれができたのかも。秋は何やっても平凡なのよ。うちいつもお姉ちゃんと比べられてきたから、うち収まるし何の取り柄もなくて。でも秋、それでもお姉ちゃんが東京に行くとき、あなたが私の夢を叶えてくれると嬉しい。あなたは私なんかよりよっぽどロボットのこと好きでいるもん。お姉ちゃんの夢はきっとうちが叶えるって約束したのに。ほら、いつまでもくよくよしてるのはアキちゃんらしくない。元気一発でしょ。うん。で、これからどうするかってのを考えるべきなわけよ。うん。アキちゃんが一番望むことって何なの？一番望むこと？今この状況でアキちゃんが望む一番は何？お姉ちゃんに認めてもらいたい。そうじゃないな。うちはお姉ちゃんに追いつきたい。そう、完成させたのね。それは。室長、お帰りでしたか。忘れ物を取りにな。声をかけていただければコーヒーの一杯でも。必要ない。それで、その写真は。ただのガラクタですよ。追いつきたいんだ。ブレてないね。でもうち一人の力じゃ。そのために仲間を使えばいいんじゃないの。仲間使えそうなのが揃ってきてるじゃない。まあ人格的にはいろいろ問題ありそうな連中だけど、腕は確かだ。で、ジャクサの支援まで受けられる。こんな恵まれた状況でうじうじしてる場合。ガンツクワン、寂しそうだね。そう？あの子にお友達作ってあげたら喜ぶのかな。かもね。あの子、万博に連れて行ってあげたかったな。本日、日本標準時西暦2019年8月11日は実証実験ナンバー2946となります。ねえ、その実験って何？そのピーガンを毎日飛ばしてるの？はい。なんか成果は得られた？今、まさに。え？なんだこれ？モノポールです。モノポール？君島レポートナンバー3。かつて太陽の南極圏を調査した際、磁気活動に明らかに説明不能な状況が見られた。バチバチ言ってるんだけど。モノポールはエギシステムによる地球磁気圏内への電磁波照射により形成されました。エギシステム？強度間の1階にある機械です。そんなものがあるのね。磁気探極子モノポールは間違いなくそこに存在していたんだ。本日の実験成功の一因としては、今年に入って太陽活動がさらに活発になっていることが挙げられます。太陽嵐？しかし NASA はそれを事実無根だと笑い飛ばす。再びモノポールが形成される可能性が高いです。
こんな危ない代物がこれからも降ってくるわけ。ただしモノポール形成実験成功について世間への公表は控えてください。とりあえずドクに相談してみるか。モノポールだか。え、よく平気で運んできやがったな。そんなに危険なものなの。わかるわけねえだろ。人類史上初の発見なんだからよ。これ何かに使える。モノポールモーターというものが過去の SF 小説などに登場したことがあるらしいです。モーター？要するにすごいエネルギーを発生する夢のモーターなんだと思いますが。すっごいタイミング。ねえドク、これガンツク2の電動モーターに使えないか。ちょっと待って、ガンツク2って何？ガンツク1の開発はひとまず凍結して、万博出展用に新しくロボット。バカ野郎！てめえが言ってるのはな、出来の悪い子供を捨ててまた新しい子供を作るって言ってると同じなんだぞ。お前のあのロバへの情熱ってのはその程度のもんだったのか。それは違うよマック。そう言いたいところだな。え、おじいちゃん。面白いじゃねえか。ドク、この年になってこんなワクワクすることにお目にかかれるとはな。でもそれだけじゃ足りない気もするんですが。ああ、いかにも実験用にももっと数がいるな。カイ、また膨らせて。まるで雨乞いの祈祷師扱いだね。だが後悔しても知らないぞ。何が？こいつの存在が漏れて世界レベルでの争奪戦すら起こるかもしれない。それでもいいのか。ガンツク中を動かすためなら。前は怖いもの知らずなのか。ただのバカだと思います。先輩に対して。いいか、このことはロボ部だけの秘密にしとくんだぞ。任せて。アキちゃんうっかり言いそう。大丈夫。よし、エネルギーもたまったことだし、ジャクさんに乗り込もう。真っ暗です。眠らない街東京と言われたここにも今この時間どこにも光はありません。君島レポートナンバー4。主体性を失った集団の意志、地震すら起こせる強大なデンジャー兵器、そして極大活動期における太陽嵐、全ての条件が揃った時世界に終末のラッパが鳴り響くだろう。今見えているのは、住宅街でしょうか。そこで何軒かの民家が火事で燃えています。その炎の明かりだけといった状況です。ごく少数の権力者たちが何の罪もない人々を徹底的に虐殺し、一部を家畜とするためにプロジェクトアトムは開始される。その機会は2015年2019年2020年の3度訪れるだろう。警戒せよ。すでに手遅れなのかもしれないが。よう、ミッチ。ヒレ、すっかり寒くなってきたな。なんのよ。飲みの誘い。珍しい。東京の停電、すごいことになってるな。うちの島でもあれよりわかる。太陽嵐の影響らしいぞ。太陽嵐ね。関東地方を直撃したって。ミサ、大丈夫かな。あ、連絡は。停電にならなくても、なかなか繋がらない子だからね。まあ、天才同級生は問題なくやってるだろう。何か見えるか。新宿の方で火災が。そうか。渋谷は驚くほど静かです。渋谷にはロボットが多数配置されていたな。ですが、目立った被害はありません。街全体をシステムダウンさせて、スリープモードに入ったのかもな。はい。我が社の製品の様子は。夏に起きたハグの暴走事故事例以降、特に。異例のハグは大丈夫か。こいつもいわばロボットだもんね。ここまでは予定通りだな。ええ、
順調だよ。予定通りです。そらよかった。こいつにはバイク事故以来ずっと世話になってる。もう事故るんじゃねえぞ。カイたちは元気にしてる？学校じゃ問題児だよ。11月にもなって進路が決まってねえのはあの二人だけだ。だがまだ予行演習に過ぎない。ロボ部が忙しいんだろう。万博ももうすぐだからな。本番はもうすぐだ。そうですね。瀬の宮、何を考えている？いえ、何も。だが安代だけはどうも他のことやってるらしいんだ。他のこと？なんか種子島中を回ってるらしくて。君島レポートナンバー5。世界の一流企業に仲間入りしているメーカーは確実に300人委員会と直接のつながりがある。300人委員会？わずか300人のみで構成された秘密結社であり、世界を陰から動かしているとされる組織だ。彼らは世界中の政府、国家機関、警察、軍隊、王族、銀行を中心とした大企業など、社会を構成する上で欠かせない機関のほぼ全てを掌握している。そして彼らの悲願は人類牧場化計画だ。人類牧場化計画？人類の全人口を10億人まで減らし、その10億人をエリート層に奉仕し、死ぬまで搾取され続ける家畜に仕立て上げることで、世界の秩序はワンワールドオーダー、世界統一政府へと変革するのだ。世界統一政府。カイ、何ぼーっとしてんの？あの卒業までもうすぐだなと思ってね。そんなことより。そんなことより起動テストよろしくね。俺まだ完成した2号機見てないけど。ヤシオくん、アキオちゃん、おはよう。コナちゃん、どうしたの？せっかく通販でようやく届いた BL 同人誌を読みながら部屋でハーハーしてたのに、強制的に呼び出されて鬱だ。何を？いっそ殺せ。太陽、マジ殺人光線。スバル君は？もう中だよ。1時間前には来てたみたい。カイ、同じ男子として見習ったら？見習うというよりむしろ生意気な態度で叱られてお仕置きタイムに流れ込むべき。何言ってんの？もちろん敬語攻めの一択な。幸次郎さん。やっぱメガセン鉄板だろう。メガセン？メガネかけるヤシオ先輩の略以外に何があるというのか。先行こう。メガネかけるヤシオ先輩の略以外に何があるというのか。大事なことなので2回言いました。行くよ、コナちゃん。どこへ？倉庫。なんてエロゲー的展開。 JAXA の倉庫。スペースエロゲー。なんだよそれ。じゃじゃーん、あれがガンツクプロジェクト試作2号機、略してガンツク2。あれ完成形？そうなの。あの頭に貼り付けられてる紙みたいなのって何？顔。顔？あれはうちのささやかな抵抗なの。なんか全体的に安っぽいね。いくら JAXA の支援があるとはいえ予算がスカスカ頑張れる。あんな顔誰も可愛いと思わないよ。思わないからなんです。うおー、三次元メガネ男子。また不毛な議論を蒸し返すつもりですか？不毛な議論？顔を作るか作らないかですよ。大事なことだよ。そんな話に丸一日も付き合わされたんです。顔はロボの命。ロボの命は顔じゃありません。それが違うよ。性能です。大体設計図の段階でも顔はなかったのに、ほぼ出来上がってから言い出すのはどうかと思いますよ。では起動テストの前に初注意と操縦方法の説明をします。あの天童寺さんまだ来てないけど。珍しいですね。うん、いつも早めに来てるのに。仕方ありません、先に始めましょう。オペレーター、サブオペおよび駆動システム担当者はきちんと聞いておいてください。だが断る。断るな。シュボーン。頑張れる試作2号機の基本構造はホビーロボット風です。遠隔操作すること？コックピットにこだわってたんだけど。もう蒸し焼きにならなくて済む。そしてモノポールノート、これは1号機とは比べ物にならないほどの高い運動性を実現しました。あれから結構降り続けたからね。雨乞いオッツ。人押しじゃないって。
思いのほかたくさん降ってきたので毒は全て使用していないように思われます。じいさんが溜め込んでるという噂そして今回の送電システムですが、レーザー光送電を採用しています。レーザー光送電？注意点としては、人に向けたらその人が死にます。え、この操作を順にお願いしようと思って。私そんな怖いの無理。では八代先輩。え、俺も平和主義者なんだよね。解決策として交代でやってください。解決策になってない。その点は大丈夫。どの点が大丈夫？ちゃんと安全装置をつけてもらったの。安全装置？ガンツク2のパラボラアンテナに照準が当たってる時だけレーザーが発射される仕組みになってるんだ。よかった。次はフラウドに操作方法を説明してもらおうかな。キルボラと同じだ。ポケコンで操作できるってことね。すみません、ライバー、ちょっと会議が長引いちゃいました。会議？日曜日なのに大変だね。まあ、そんなことより。そんなことより大さん、昨日テストをもう始めちゃっていいですよね。そのことなんですけど。え、実はそのすごく急なんですけど。何ですか？5年ぶりに種子島からのロケット打ち上げが決まりまして。そうなの？なぜか上の方で急に決まったんです。びっくりしちゃいますよね。すごい。それでここ発射場から近いでしょ。はい。打ち上げ時には間近で見られる。立ち入り禁止になるエリアなんです。え、皆さんに今すぐここから撤収してもらわないといけなくなっちゃったんです。撤収？セキュリティのこともあって、ここを皆さんにお貸しするのはこれ以上は無理という話が会議で出まして。さっきの会議って？本当にごめんなさい。これからセッティングっていう時期にタイミング最悪だわな。これからどうしたら？いつもの旧空港でやるしかないね。どうやって運ぶんですか？困った時の毒なのに。え、なんで前向き？だってまたこの島でロケットの打ち上げが見られるんだよ。すごいニュース。まあね。うち詐欺ってきちゃった。ロケットか。ほら、はい、見て、これが組み立てられて宇宙まで飛んでいくのよ。正しき資質、人だけじゃなくてロケットにだってそれがある。ロケットにも？君島エポートナンバー6。あなたが私を信用してくれるならば7つ目のレポートを見つけてもらいたい。このレポート最後まで集めたらどうなの？7つ目のレポートはそれ自体がキーとなっており、それが解放されるとイルを使って世界中に拡散するよう設定してやる。拡散？さあ選択してくれ。あといくつ？全てはあなたの手に委ねる。レポートは全部で7つです。ここまでの告発を真実だと感じたなら7つ目のレポートを手に入れるんだ。あと1つ。ここまで読んでくれる人が未来に現れることを祈る。読んでくれた人には感謝。ありがとう。そしてあなたの生きる時代においてまだ陰謀がなされていないことを願っている。アイリによろしく。これって集めてよかったのか？カイ、みずこさん、何しにここに？今すぐ手を引きな。まさか長年生きてきた島の岬に観光なんて来ないよね。あんたは？カイはどこを突き歩いてんのよ。もしかしたらレポート探してるのかも。レポート？先輩が宿題など珍しい。別に宿題ってわけじゃないんだけど。レポートの課題っていうか。君島港を追ってるんだね。忘れろって言われるとなおさら気になるでしょ。記念すべきガンツク2の起動ですものに。仕方ありません。サブオペは僕がやりますので。大徳先輩、メインお願いします。いきなり？10年以上ひた隠しにしてきたことが明るみに出ちまうかもしれないんだ。隠し事があるってこと？では始めましょう。私たちだけで？ミッチーだって何の役にも立ったことないでしょ。そうだけど天王寺さんもいないまま始めていいのかな。口封じに来てたりして。あんたは宝探し
普段格ゲーしかやらないんだけど、それによって古傷をえぐられる人間もいるって話さ。誰かをかばってるみたいに聞こえるけど、それを教えたくないから止めてる。つまり俺の知ってる誰かってことになる。これ以上あんたと話したくない。例えばゲロマズパッションフルーツマンを1個食べれば、水香さんの持っている情報を洗いざらいをし、だからあんたには話したくないって。もう助けて、発信。まただ。何この音。水香さんポケコン持ってなかったじゃん。ミッチーから借りたんだよ。なんで。あんたが君島を追ってるから、あんたより先にって。ゲジネ。はい、ヤシオさん。このカゴメカゴメの発信先特定できない。不可能です。え、ゲジネはそういう能力を持っていません。うるさいね。この人何。水香さん電話切って。またカゴメカゴメ、何だったんだろう。大徳先輩、2号機の操作中です。うん、よそ見はしないでください。だが断る。うるさいぞウルゴーリ。やっと静かになったね。気になることがない限りそのまま捜査を続けてください。気になること、何なんだあの音。水香さん、まだ話は終わってないんだけど。あの、はい。何これ。水香さん、なんで急に。ちょっと私の気のせいかもしれないんだけど。どうしたの。かい、悪いんだけど低下してくんない。2号機ちゃんだけどね、こいつ具合が悪いみたいで、歩くときにちょっと違和感が。違和感。詳しく聞かせてください。止まらないんだ。止まらない。なんだよこれ。足を動かすときに一瞬だけ硬直ができるっていうか。水香さん捕まって。かい、離すなよ。まさか暴走。我が社の製品の様子は、夏に起きたハグの暴走事故事例以降特に。そういうことはもっと早めに言ってください。ハグの電源切って。やってるけどダメなんだよ。部長、サボペお願いできます。うん、いいけど。これなら。はい、助かったよ。僕が足元で見てますんで、もう一度動かしてください。緊急停止とかできないよ。水香さん、なんとかハグを外す方法。はい、焦るわけないだろう。この先はこのままだと介護かけていくだろ。水香さん、これは助けたのかもね。何の話だよ。結局私は見て見るふりすることしかできなかった。スバル、なんか分かったの。何のこと。もう一度動かしてください。近づきすぎじゃね。おーけー、大島さん、ちゅ、よそにしないで。もし、みんなに会うことがあったら、こいつをプレゼントしてくれてありがとう。やっといたい。みずかさん。え、危ない、倒れ。こいつのおかげで、私はこの日で、事故前のほとんど変わらない生活送れたから。なんでみんな今までどこ行ってたの。俺病院行くなんて言ってる。今連絡しても全然繋がらなかったでしょ。何があったの。アキちゃん、スバルがテスト中に事故で。え、何それ、どういうこと。事故って風でガンツク2が転倒してスバルがその下敷きに。まさか命に別状はないって。そう、よかった。でも足が、私のせいで。純のせいじゃないよ。
全て先生の責任だ。謝るのはうちの方だよ、ミッチ。迷惑かけてごめんなさい。気が緩んでた。お前らは悪くない。全部先生が悪いんだ。すまん、すまない。ミッチ、実は別件でもう一つ話が。別件？ちょっと。おい、こんなタイミングで単刀直入に言うけど、なんだ水香さんが崖から落ちた。門倉岬でたまたま一緒で。無事なのか？何があった？ハグが急に暴走。夏にニュースになってたやつか。俺、水香さんのこと助けられなかった。この2年、事故前とほとんど変わらない生活遅れたから。目の前で落ちてったんだ。ありがとうって。ありがとうな。よく教えてくれた。死に止めようとしたんだ。いや、異例なら大丈夫だろう。学生の頃にバイクでやった事故だってな、普通だったら死んでたらしいんだ。ごめん、ミッチ。そういうタフな女なんだよ。これ豆知識だ。水香さんは死んだんだ。とにかくお前だけでも無事でよかった。私どもとしましても安全管理を子供たちだけに任せてしまったと強く反省しています。支援業務についてもこれ以上は継続できないと上から言われました。申し訳ありませんでした。ねえカイ、あの子泣いてるように見えない？左足のすねがぐにゃって痛いよ痛いよって言ってるように見えて、でもそんなのうちの妄想で、スバルの怪我と一緒になんて。アキホちゃん、ジュン、どうしたの？日高君のお父さんに会ってきた。え？だって私のせいだから。ジュンのせいじゃないよ。日高君ね、お父さんにずっと黙ってたみたい。何よ？そのロボ部に関わること。なんで？お父さん漁師で日高君に継がせたかったらしくて。一昨日東京でロボットの大会があったらしいな。ロボット工学とか嫌いな人なんだろうね。種子島でロケット打ち上げするのも反対だったって。なんで？漁場が乱れるとか。お前はそれとは関係ないんだな。そっか、だからもう息子とは関わらないでくれ。全部私のせいだから。みんなは何も悪くないから。あの事故はジュンのせいじゃない。ごめんなさい。だからそんなに思い詰めないで。ごめんね。ハキオちゃん、ヤシオくん、私もうみんなとは関わらないから。え？私一人がロボ部を辞めればそれで。それ無意味だよ、ジュンちゃん。やはり今回の件でロボ部の廃部が決定した。ロボ部はもうなくなるから。嘘、バカ。今ここで言うことじゃないでしょ。ごめん。私のせい。そうじゃないって。私のせいで亜希ちゃんの夢も万博出場もロボ部の歴史も全部ダメになっちゃったんだ。私何もできないのに、私が操縦なんてしなければ。いや、純ちゃん落ち着いて。ごめんなさい。ごめん。
電話つないで。おお先輩、コナちゃんは大丈夫？今オートバランサー調整中。え、ここ何日かで得たデータフィードバックして。コナちゃんには言っても平気だと思うけど。な、何やっても無駄だよ。そこまでモネのプログラムを信用してっていうのか。そうじゃなくて。な、何ロボ部は廃部になる。おお、そういうことはもっと早く言ってほしかったわけだが、コナちゃんがそこまでやる気になってるって思ってなかったから。今回のことは私のプログラムが未熟だったからってもあるし、それはそれとして大事な話がある。そこに人はいないか。俺一人。イレイ氏の転落事故について。何？ハグ暴走事件をいろいろネット上とかでも怪しい噂が たくさん流れてて、著名人が暴走事故に巻き込まれて死んでいる率の高さが異常だから、事故に見せかけた恋の陰謀なんじゃないかって話が。何か心当たりは？君島レポートナンバー7をダウンロードしました。あるけど。ガチで？イレイ、俺がそっちに行った時はまた一緒に飲もうな。水香さんは俺にレポートを探すなって忠告してきた。その話かなりヤバそげ。知らない方がいいって。そろそろね。スナイパーにヘッドショットされてもおかしくないレベルだったり。俺に警告？私が好きなのは白い機体なのに。というわけで部長っぽく最後を締めようと思う。中央種子島高校ロボット研究部は本日をもって解散します。皆様のご愛顧ありがとうございました。これからどうするの？海外行ってたみたいに個人の趣味で何とかするつもり。何とかって？ロボ部はなくなっちゃったわけだから。そんなこと許されると思ってるわけ？怪我人を出したんだ。これ以上続けるなって言われるよ。分かってる。1号機の失敗の時はまだ仲間がいたけどさ。でも協力者だってロボ部だってまだ存在してた。でも今回は味方なんて誰もいないよ。ジャクサだって降りた。学校の後ろ盾もない。それでも諦めたくない。いい加減にしなよ。分かってる。不謹慎にも程があるもんね。でもこの夢だけはどうしても。無理だよ、アキさん。アキちゃん一人じゃどうにもならない。そりゃうちはお姉ちゃんと違って平凡だし、スマルみたいにロボット工学に優れてるわけでもないし、フラーボーみたいにプログラム作れるわけでもないし、チンみたいにカラテやってたわけでもないし、カイみたいにキルバラが上手なわけでもないよ。なんの取り柄もないって分かってる。それでも無理だよ。それは俺への頼みと受け取っていいわけ？え？そういうことなら俺と勝負しなよ。はい。勝負だよ勝負、キルバラの。それでアキちゃんが万が一俺に勝てたらとことん付き合ってあげるよ。そっか。やるの？やらないの？勝てるわけない。分かってて、そんなこと言ってるでしょ。アキちゃん
本気の全力ってのを見せねえよ。帰るバカ。そうこなくちゃ。種子島はやはり少し暖かいようだ。室長、なぜここに？種子島への出張を命じた覚えはないんだ。動く。まさか君が奴らと繋がっていたとは。どういうことですか？何を企んでいる？君の本当の狙いは何だ？答えはゼロミ。動くなと言ったはずだ。動けば撃つ。動くなと。おらお前ら、なんで。お前らを300人委員会と黙れ。
見ることはないようだね。さあプロジェクトを進めよう。姉さん、明夫ちゃん、姉さん、よくなくしたんだ。明夫ちゃんも知ってるの。ザクさん、どうなっちゃうの。明夫ちゃん、戻った方がいいです。うちも行って。お姉ちゃんが。ちょっと、明夫ちゃん。明夫ちゃん、明夫ちゃん。君か。私はエグゾスケルトン社の沢田。エグゾスケルトン。ヤシオカイト君、君は君島レポートを集め世界中に拡散させたね。なんでそのことを。君にロボワンで初めて見た時からずっと監視をつけていた。監視。実験の追加調査といったところだ。実験。君は電磁波照射実験に巻き込まれたことがあるだろう。あ、レボレボ。今東京で行われていることはそれと同じだ。どういうこと。巨大ロボ軍団は幻影だ。ちょっとよくわからないんだけど。電磁波を照射して集団に幻覚を見せる。アネモネ号は変な発作が起こるようになっただけだ。あの時は未完成状態で実験をしていた可能性が高い。俺ら実験台にされたってこと。さらにポケコンの普及がいかにも嘘くさい情報操作をあっさりと世界中に信じ込ませる。そして君島レポートもまた世界を騙すためのものだった。え、高校生の知的好奇心をくすぐるにはぴったりだったが、私も君も利用されたのだよ。利用された。今君島公が無造作にばらまいた陰謀論は世界中に増殖し拡散され続けている。憶測は憶測を呼び、何が真実なのかを曖昧にする。情報を操作したかってどうなるわけ。捏造された現実を見ながらテロの直接的真相を知らずに50億人が滅んでいくのだ。50億人。どうやって。太陽に干渉して人為的に巨大な太陽嵐を起こす。え、簡単に言えば地球を太陽フレアで直接炙らせる。簡単に言うなよ。そのためのロケットが今にも発射されようとしている。まさか。種子島宇宙センターからな。人々の目を東京に向けさせたのはそのためだ。ニセ姉がその首謀者ってこと。彼女は操られている。え、君島公にな。は、君島公は死んだって。見てみろ。ニセ姉。お姉ちゃん。マキちゃん。なんだよ、あんな格好。スメラギ。スメラギ。君たちの言うところの雲型の巨大ロボだ。巨大ロボ。スメラギという機体は生身で装着できるものではない。カミナギというハグを装着した人間がさらにその上から装着するという仕様になっている。それがあの姿。ミサネがそんな悪役みたいなロボットに乗るって。いつどこで軍隊が襲ってくるかもしれないからね。どこへ。背の身だ。いや、君島を止めないと。待て。そうだ、君にもこれを渡しておこう。それはこの中に電磁波照射装置が入っている。いらないよ。相手も人間だ。電磁波をぶつければ何らかの幻覚を見せられる可能性がある。使用するかどうかは君次第だ。どこまでが本当なんだ。はい、うちらもお姉ちゃんを。私も協力します。アイリと同じ AI ってこと。そう。
僕の記憶や人格をデータに置き換えて移植している。これにより疑似的にではあるけど永遠の命を手に入れたんだ。羨ましいかい。本来であればもっとじっくり研究し完璧な形で移植を行いたかったんだけど、瀬宮美咲に殺されてしまうというアクシデントに見舞われてね。美咲姉があんたを殺したって。彼女が実に勇敢で野蛮だったよ。あの日僕の行っていた貴重な実験をやめさせようとしたんだ。貴重な実験バン姉もねえぞ。その日の実験は電磁波を強めてみて限界を探ろうというものでね。本来アネモネ号に乗り合わせていた乗員乗客はみんな殺してしまう予定だったんだよ。あと10分も実験を続けていたらそういう結果になっていただろうね。なんだって。それをちょうど僕の家を訪ねてきた美咲に話したらやめてと言われてね。やめてと言われてやめるバカもいないだろ。当然のように拒否したら彼女は君たちを殺させない心で僕に殴りかかってきたんだよ。こんな感じにね。殺させない。秋も貝も殺させない。殺させるもんか。おかげで僕の頭はスイカを落としたように粉々になってしまった。死んだの。まったくひどいことをしてくれる。私だから僕はすぐに自分の記憶をデータに移し彼女の前に現れてあげたんだ。君が AI の愛と出会った時のようにね。あとは簡単だった。彼女の罪の意識をえぐってやったらすぐに落ちたよ。それ以来彼女は警察にも行かず僕のために働いてくれている。今では完全に僕の手足であり言いなりだよ。つまりこういうことだ。美咲は君たちを助けたがために人類史上最悪の虐殺者になろうとしている。もうかつての瀬ノ宮美咲などいないんだ。瀬ノ宮美咲は罪を背負った。僕という人間を殺したその瞬間に私の一生は決定したんだ。それとも君たちがあえて美咲を殺すかい。世界を救うために。それはとても立派だけどね。おそらくそうなれば今度は僕は君たちを道具に仕立て上げるだろう。お姉さんを殺したという罪の意識を利用してね。やがて世界を救った英雄は世界を滅ぼす悪の絵と失墜する。サイエンシデリアもあながち悪くない。お前ら何を。さあどうする。君たちの温度のラボで僕は美咲を倒しに来るかい。でも美咲はここへ来る前に雲型の巨大ハグに乗って旧種子島空港を通ったんだ。目障りだったのかそこに寝っ転がっていた巨大ロボを再生不能なぐらい破壊していったよ。まあこれから50億人が死ぬんだ。それに比べたら巨大ロボなんてなんてちっぽけなんだろうね。今世界の人々は通信システムが破壊されたと勘違いし混乱している。つまりこんなど田舎の島に目を向ける軍隊などいないんだ。高校生諸君、疑心暗鬼になった軍隊を種子島宇宙センターに配備させることができるかな。あなたは何がしたい。僕は300人委員会に雇われた科学者だ。300人以下人類牧場化計画に関わる仕事を全うしたいだけ。でもあんたはもう今じゃ実験を成功させたいだけ。実験。そう。例えば実験の内容が50億人を虐殺するものでもモノポールを降らせるものでも一輪の花を咲かせるものでも僕にとっては同じなんだよ。つまりあんたはただのプログラムってこと。その通りだ。ただ君島公という人間を完全再現するにはデータ不足だったのかもしれん。今の僕は人間としては欠陥品。ただこの実験を遂行する分にはほぼ完璧に近い。今さらそこに思想など不要だよ。君島さん。なんだい。うちのお姉ちゃんは今でもロボットのことが好きですか。アキちゃん何を。好きなんじゃないかな。彼女はたまにキルバラとかいうゲームで遊んでいるよ。え、
お姉ちゃんは今もお姉ちゃんのままなんだ。うちにとってロボットは絆だった。うちにとってロボットは夢だった、希望だった、仲間との努力の結晶だった。うちらの命令にあの子たちは素直に従ってくれる。うちらがきちんと指示してあげないと一人で歩くことさえできないの。あんなに大きいのに世話ばっかり焼かせるどうしようもない子たちで、ガンツクツーはうちにとって子供みたいなものだった。それなのにお姉ちゃんはそれを壊したのね。あのロボットのことが大好きだったお姉ちゃんがどんな気分だったんだろう。悲しかったかな、辛かったかな、それとも何も感じないのかな。うちは許さない。お姉ちゃんにそんなことさせるよう仕向けた、あなたを許さない。それでどうするんだい。君たちに岬を止める術はあるのかな。悪のロボットを倒すのは正義のロボだって昔から絶対決まってる。うちらにはお姉ちゃんが設計したとっても危なくないものがあるんだから。まさかガッツくん。知らないかもしれないから君島さんに教えてあげる。巨大二足歩行ロボットはこれまでに何十回も何百回も世界の一番の危機を作ってきてるんだ。だから今回もロボットが世界を救う。うちらの作ったロボが、うちらの夢が詰まったロボが、あなたたちの悪いロボットを倒して、あなたを倒して、お姉ちゃんを倒して世界を救ってやるんだ。お姉ちゃんなんかに負けるもんか。正義は絶対に勝つんだ。勝ってうちらがお姉ちゃんを助けるんだ。面白い。ロケット発射予定時刻まであと24時間だよ。せいぜい頑張るんだね。正義の巨大ロボットが来るの待ってるよ。おい、大丈夫か。おいおいおい。でも明夫ちゃん、あんなこと言ったって1号機は歩行する。どこ行ったぞロボ部。ドクこんなこともあろうかとな、密かに1号機をカスタマイズしてやっていた。戦闘マシンにな、俺特製のパイルマンカーを炸裂させてやるぜ。ドクだが完成までにはもう少し時間がかかる。お前らロボ部の力を通りでモノポールを溜め込んでいたわけですね。スバル、なんでここに。長深田先生がご丁寧にもみんなにライブ配信を。まあ部長の名演説を部員に聞かせるのも顧問の仕事だ。これ豆知識だ。そのライブ配信全世界に生中継させてもらった件。コナちゃん、部長先輩、今ちょっとした有名人だもの。あの、私も、私のせいでロボ部は終わっちゃったけど、でもこんなこと言う資格ないけど、私もロボ部続けたい。みんなでまた一緒にロボット作りたい。平田君、ごめんなさい。先輩、どうせ役にも立たないし戦力にもならないと思うけど、それでももう一度頑張りたい。みんなのおかげでできた新しい夢終わらせたくない。ごめんなさい。私にも
直せて。お願い、ひなた君。僕が決めるわけでもありませんし。でも。手は差し伸べませんよ。何し、片足が折れてますからね。いや、だったら手は出せる。うるさいぞ、ブルゴリ。あ、大徳先輩には謝ってる暇はないんです。僕はこの足ですからまともに動きません。ですから先輩には僕の分まで働いてもらいます。日高君、ありがとう。みんな、スバル君と純奈ちゃん、それにコナちゃんも、元ロボ部メンバー勢ぞろいですね。元じゃありませんよ。え、現ロボ部です。青春って感じで素敵です。あのさ、みんな分かってる？50億人の命がかかってるんだよ。現にジャクソンも占拠されたし、ロケットも発射。分かってますよね。私も自分の職場は自分で守らないと。巨大ロボは皆さんにお任せするとして、テロリストは私。どうやって？実は私、そこそこの格闘術を持ってるんです。え、格闘術？はっ、すごい、かっこいい。相手言おう、ナイトまであると。じゃあてめえら始めるぜ。一睡もしてる余裕はないからな。気合を入れてけ。ウェイス、かわいい、大丈夫だって。いつも通りやれば勝てる。何を根拠に？いつも言ってるでしょ、正義の巨大ロボは必ず悪に勝つ。私、サマンビする。できる限りメンテナンスを行いましょう。ギルバラの操縦システム、ガンク1に反映させてもいいよ。ラボ、その代わりヤシオ先輩、後で鎖国カルベロ2時間通すの。しないから。しょぼーん。まあ、ニサネもギルバラたまにやってるって言うし。カイン、全一になるにはライバルを倒さないとね。絶対に勝とう。夢と勇気と友情パワーで。じゃあみんな一緒に中華でロボ部元気いっぱい元気。では現在の島の状況について説明します。なんか作戦会議みたいだね。本当だね。むしろ作戦会議そのものだろ。情報リフレ、てめえら時間はねえだぞ。現在種子島宇宙センターが武装集団に占拠されています。武装集団？このテロの首謀者は君島光。ポケコンの中にいるデータだけの存在。うちのお姉ちゃん瀬宮美咲に取り付いてる。俺たちの目的はそのテロリストと瀬宮美咲を倒し、50億人虐殺計画を止めること。お姉ちゃんを止めるの、絶対に。瀬宮美咲は雲型の大型ハグに乗り、ロケット打ち上げを遂行するために防衛線を張ってる。かなりの戦闘力が予想されます。ミサイル、エグゾスケルトン社の資料によれば、スメラギ搭載のミサイルポットは10発。スバル、ガンツクワンの状況は？モノポールモーターにしただけでも試作1号機の性能は劇的に向上したんですが。じゃあこれからガンツクワンの改良方針について具体的に詰めていこう。全世界に発信中。基本構造はガンツク2と同じです。ガンツク2、ギルバラシステムで操作するを。ただし遠隔操作は反応が遅れるので、コックピットに組み込むことになりました。コックピット？ A 部隊はスーパーガンツク1を運用する中種ロボ部、 B 部隊は天王寺さん率いる潜入部隊です。奇跡時系団を結成しました。テロリストを倒し、ロケット打ち上げを阻止します。中種ロボ部は陽動部隊となります。陽動、つまりおとりです。おとり、この戦いの勝利条件はロケット打ち上げを止めることですか？おとりだろうが何だろうが、ミサネの戦いさえすればそれでいい。はい。世界を救う戦いだと誰かが言った。お前たちに全人類の希望がかかっていると誰かが言った。でもこれは所詮自分の中の衝動を満たすためのもの。最強のライバルとこのシチュエーションで戦えるなんて
ゾクゾクするじゃないか。それが不謹慎だと言われようと構わない。興味があるのはただ数あるライバルを倒してその頂点全一になることだけ。はい、何してるの？敵の秘密道具を使おうと思ってね。電磁波照射装置だ。敵の武装を奪って味方の有利になるのはロボアニメじゃセオリーでしょ。このリモコン、ちょっと離れたところから押してみて。はい、が実験台に。そうでもしないと効果のほどがわからないでしょ。大丈夫かな。スローモー。やっぱり使わない方がいいよ。いや、使える。ロボアンでスバル君と戦った時スローモーが発動してスバル君より早くコマンドを押せた。それを任意で発動できるなんて。ダメだよ、カイの本体がそれだけ苦しいか。うちが今よく死んだでも。このスイッチアクシャンに託したい。はい。もう一つ君に託したいものがある。未完成だが、君島港を消滅させるためのウイルス。え？君のブレーンに送っておこう。ただし、ウイルスが有効に作用するのは AI の君島港本人の姿やポケコンに映っている時のみだ。接近戦ってことか。望むところ。はい。アクションさ、アメちゃんある？え？アメちゃん。なるよ、一個だけなら。ありがとう、後で返すよ。それじゃ行こうか。よし、チェックは以上。できれば歩行テストをしたかったところなんだけど、そんな暇はないからぶっつけ本番だよ。コンディションオールグリーン。最終判断はゴー。カイ、必ず戻ってこようね。頑張れる。発進。スメラギも医療で情報を取り入れてるんです。おお。簡単に言うと、その画像に嘘の情報を流し込む。画像にタグを貼っていくの。タグ？スメラギの目には実物大のガンバレルが 2,30 機と映ってるはずです。敵のやり口と同じか。ミッチーはレーザー銃弾を乗せた軽トラにミサイルが当たらないようスーパーガンズクワの影に隠れながら進んで。安全運転だ、任せろ。ジュンは荷台のレーザー光装で担当。動きが激しくなるかもしれないけど頑張って。フラウボーは引き続きプログラム作業を。沢田君からもらったアンチキミジマコウイルスってやつだが、ガンバレル動かしながらプログラムアップデートしていくとか、普通ならありえないってことをみんな知っておくべき。 つまりフラウさん寺天才ゆえに無駄に歩いてみました。ヤシオ先輩、ファイルバンカーはミスタープレアです。僕の使用していた M45 と同じ仕様になっています。もしもの場合のギミック使いどころを間違えるんじゃねえぞ。頑張るアンクストライカー。限る。相手もキルバラシステムを採用しています。パクられた。ただ向こうはロケット発射までの時間稼ぎをしています。マッチプレイってやつね。カイ、長期戦に持ち込まれるとこっちが不利になるからね。オッケー。みんな絶対に死んじゃダメだからね。今先生の生中継世界中の人が見てるぞ。みんな応援してくれてる。着きました。警告する。お姉ちゃん、それ以上進むならあなたたちを殺すわ。うちらはお姉ちゃんを倒しに来たの。お姉ちゃんを倒してお姉ちゃんを助けてあげる。それじゃ対戦始めようか。ラウンド1だ。いきなりミサイル来るわ。カイ、周りを詰めて。指示されるまでもない。ミサイルが受けた。プログラム有効っぽい。みんなどんどんタグを貼り付けちゃって。もう何も怖くない。加速だよ、プラちゃん。
狙い通りだったけどさ、時間がなくてかなりの特艦攻撃だったわけだぞ。これではっきりしましたね。スペラギのミサイルは画像認識誘導です。悪いね、ミサネ。そのクソったれのミサイルはスーパーカツクマンには当たらない。今度は4発大徳、振り落とされんだよ。これをしのげばラウンド1は俺が取ったようなもんでしょ。ですが、いつかは本物の頑張れるに。今だ、アクションスローボー。時間がない、押して。ファイファイルバンクはさすが、負けるかよ。ヤッショー君、先輩。ヤッショー、ヤッショー先輩。ファイ、今ので左ファイルバンカーは吹っ飛んだ。もう使えない。右がまだある。ラウンド2だ。ファイ、すごく苦しそう。ありがとう。アクシャンがすぐ反応してくれなかったら死んでたよ。ファイ、また来たの。アクシャン、ためらうな。信じてるから。そっちも信じろ。そこを抜きなさい。完全センターにナイ様が。同意します。人にはやらなきゃならない時がある。これ豆知識だ。はい、お姉ちゃんも倒そう。そう来なくちゃ。検討を行きます。ラウンド3。何あの動き。早っ。まずい、機体性能差は予想以内。先輩、ヤシオ君後ろ取られてる。ミッチ、敵の後ろに回って。おらー、なめっちゃねー。みんな全員無事か。私死んだ。はい、死んだ。今死んだ。無事です。なんとか。どこは？もう大丈夫。バッテリーは持って5分です。5分テラヤバス。カイ、見損なったよ、ミサネ。これは俺たちの怠慢だろう。俺にかかってこいよ、ミサネ。カイ、待って。なんで、まさかスイッチが。リモコンは無事だけど。よかった。でもこれ以上やったらカイが攻撃してくるわ。ちょっとは声が届いたから。次攻撃を受けたらまずいです。アッシャー、押して。やだ、最後死んじゃう。ミサネを救い出すんだろう。やるしかない。ロケット発射まで時間なす。押せ、アキレー。ミサネに合わせてやるよ。はい、押すんだ、アキレー。
叩きます。アキ、押せ、押せ、アキ。
今日はご来場誠にありがとうございました。満たさない星粒